モアブは、アメリカが州国ユタ州南東部、アリゾナ州との宗教近くにある、グランド軍に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は5046人だった。近くには、アーチーズ国立公園や、キャニオンランズ国立公園があり、毎年多くの観光客を引きつけている。スリックロックトレールなど広範なトレールのネットワークを、 利用するマウンテンバイク乗りや、毎年開催されるモアブジープサファリに訪れるオフロード車愛好者の基地として人気がある。シェイクスピアキャニオン近くにあるインディアンの岩国へ聖書に出てくるモアブという名前はヨルダン川東岸にある地域を指している。歴史家の中には、このユタ州のモアブ氏がその名前を使うようになったのは、最初の郵便局長、ウィリアム・ピアースが、聖書のモアブも、この ユタの地方も共に、はるか遠隔の国にあると考えたからだと考える者がいる。しかし、この言葉は、パイユート族インディアンに起源があり、顔意味するモアパに起因すると考える者も,もいる。この地域の初期住人の中には、聖書のモアブの民が、近親相関や、偶像崇拝などで非にを落とされているゆえに、名前を変えようとした者がいた。 1890年に行われた西願では59人が署名してビナへの解明を求めた。またウマダリアに解明しようという動きもあったが、どちらも失敗した。1800年代、現在のモアブ周辺はコスペイントレールがコロラド側を渡る場所だった。1855年4月、末日生徒イエス・キリスト教会員が、 エルクマ運転ミッションと呼ばれた川の渡し場に、川を渡る旅人と交易する、交易を取りを設けようとした。この任務に40人の会員が呼ばれた。1855年9月23日に、ピーター・スタップスの仲間である、ジェームズ・ハットが、インディアンに銃で撃たれて殺されたことなど、インディアンの攻撃が繰り返された。その最後の攻撃の後、取りは放棄された。 1878年、再度高級的な開拓地を設ける試みが行われた。モアブは1902年12月20日に法人化された。1883年、デンバーリオグランでウェスタン鉄道本線がユタ州東部を通って建設された。この線はモアブを通らず40マイル北にあるトンプソンスプリングスとシスコを通った。その後、 リーズフェリー、ナバホブリッジ、ボールダーダムなどコロラド側を渡す、他の拠点が建設された。これらの変化で、交易の道がモアブを離れ、農夫や商人は通り過ぎる旅人との交易から、遠隔の市場まで商品を送る仕事に適応するしかなくなった。間もなく、コロラド側を渡す数少ない天然の渡し場の一つという、モアブの位置づけは忘れられた。それでもアメリカ軍が、 第二次世界大戦までに、モアブの橋を小映化に置くほど重要なものとみなした。モアブの経済は、当初農業に基づいていたが、次第に工業に移っていった。1910年代と1920年代に、地域で、ウランやバナジウムが発見された。カリウムやマンガンが続き、さらに石油や天然ガスが発見された。1950年代、地質学者、 チャールズ・スティーンが死の南で豊富なウラン鉱脈を発見した後は、いわゆる世界のウラン首都となった。この発見はアメリカ合衆国で核兵器や原子力の時代到来と重なり、モアブの公共時代が始まった。死の人口はその後の数年間で500%近く、成長し6000人近くになった。人口の爆発によって家屋や学校が多く建てられた。 チャールズ・スティーンがモアブで新しい家屋や教会を建設するために多くの金と土地を寄付した。冷戦の終焉とともにモアブのウランブームは去り、死の人口は劇的に減少した。1980年代初期までに多くの家屋が空き家となり、ウラン鉱山の多くが閉鎖された。1970年代初期に モアブで製造業を奨励する軍が建てた標識1949年西部劇映画の監督ジョン・フォードが映画、滅場車をこの地域で撮影するよう説得された。フォードはモアブの南、メキシカンハット周辺のモニュメントバレーで10年前の1939年に映画、駅場車を撮影していた。モアブの牧場主、 ジョージ・ホワイトがフォードを見つけて、モアブを一度見てもらうよう連れてきた。その時からアーチーズ国立公園やキャニオンランズ国立公園を背景に使って多くの映画が撮影された。1970年代から地元経済では観光業が果たす役割が大きくなってきた。ジョン・フォードの映画や雑誌の記事のおかげもあって、写真家、イカダノリ、ハイカー、ロッククライマー、 さらに近年ではマウンテンバイク乗りのお気に入り場所となった。四輪駆動車やベースジャンパー、さらにスラックラインをスポーツとして行う人々の人気も上がってきた。モアブの南約16マイルには岸壁の中に広さ5000平方フィート14室を掘り抜いたホール・エヌザ・ロックが作られ雑誌ナショナルジオグラフィックが国内で道路際の呼び物充血の一つに 上げることになったモアブの人口は屋外レクリエーションや観光産業に季節的に雇われるものが多く春と夏に一時的に膨れる近年モアブの地域ではセカンドハウス所有者が増えた比較的温暖な冬と快適な夏という気候が多くの人々を地域に引きつけてそのような家を建てさせたアメリカ合衆国西部にある 他のリゾート町の状況を反映して年間の大半は空室のままであるそれら新しい住人と家について議論が持ち上がっている。隣接するコロラド州のベールやアスペンで経験されたものと類似する変化が起こることを心配する市民も多い。すなわち地下の給湯、生活費の拡大、それに伴う低、中収入労働者に与える影響である。雑誌。 サンセットマガジン2009年3月号では、モアブを西部の最良の小さな町20ツの一つに挙げた。その後も同様な記事が掲載されている。モアブに近いアーチーズ国立公園にあるデリケートアーチモアブは壮大な自然の中で屋外レクリエーションの機会が豊富なことで知られている。次のような活動が行われている。 北のキャニオンの壁から見たモアブ市のパノラマモアブリムから見たモアブ市モアブ市はコロラド側の南岸コロラド高原にあり標高は4025フィートであるユタ州とコロラド州の宗教から西に18マイルに一致しているホワイトリム道路アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は3.6平方マイルでありすべて陸地であるモアブは 乾燥気候であり、暑い夏と冷涼な冬が特徴である。降水は年間を通じてあるが、ほとんどの月で1インチ未満である。気温が下肢100度に達するのは年間平均に41日、下肢90度に達するのは109日、冬に氷点下になるのは3.6日ある。過去最高気温は1989年7月7日に記録された。 下市114度過去最低気温は1930年1月22日に記録された歌詞24度だった。年間平均降水量は9.02インチである。計測可能な降水比は年間平均55日ある。最も雨量が多かった年は1983年の16.42インチ。少なかった年は1899年の4.32インチだった。 1>, 1ヶ月雨量の過去最高は1918年7月の6.63インチ、24時間雨量の最大は1983年7月23日の2.77インチだった。1981年から2011年の間で平均降雪量は6.9インチだった。最も降雪が多かった年は1914年から1915年の74インチ。 月間では1915年12月の46.0インチだった。1883年にデンバーリオグランでウェスタン鉄道が建設される以前、モアブはコロラド側を渡る戦略的な位置にあった。1911年に高級的な橋が架けられ、有料の渡し船が運行を止めた。この橋は1955年の新橋で置き換えられ、 さらに2010年にも新橋が架けられた。1955年の橋はその後に解体された。この橋を使う道路は何度も番号が変えられ、現在はアメリカ国道191号線となっている。1962年にはケインクリークカリウム鉱山のために鉄道の支線が建設され、貨物列車が通るようになった。旅客鉄道は通っていないが、過去には列車、 カリフォルニアゼファーがトンプソンスプリング、グリーンリバー、あるいはコロラド州、グランドジャンクションで停車して、モアブに行けることを宣伝してきた。モアブにはバスの定期便が走っていないが、ソルトレークシティあるいはグランドジャンクションへのチャーターバスやシャトルバスが利用できる。航空便はキャニオンランズフィールドからコロラド州、デンバーまで1日3便直行便が飛んでいる。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下はモアブ市内の公立学校であるこのたユタ州立大学の文校がある。モアブは多くの映画やテレビ番組の撮影場所として使われてきたモアブ。近くの風景1995年の映画カナディアンベーコンではハッカーヘルストロームのミサイル発射場所の一つとなった。1999年の スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナスのポットレースコースはエンジェル・アーチなどモアブ地域の風景をコンピュータ・ジェネレーテッド・イメージリーで作り上げたものだった。2010年の映画127時間はアーロン・ラルストンの実話に基づいている。モアブ近くで撮影された。以下はテレビ番組の撮影に使われた例である。 コナーオバーストのアルバムにはモアブと題する曲が入っている。ありがとうございます。